はい、いつもありがとうございます。BGB の928ですね。929はこの後開催になります。はい、ミックスブレイクですね。複数のプロダクトを混ぜたブレイクですね。はい、一応ラインナップは、ボーマンクロームのホビー。本日発売。こちら、ホビーは1ケース。それとパニーニの NT ですね。ナショナルトレジャー。こちらも1ケース。で、トップスクロームのジャンボが2箱と、ボーマンのハイテックを3箱。合計60枚以上はサインが出るんじゃないかと思われます。で、サインカードが、まあ、ヒット扱いになります。それ以外のカードをどうするかというと、ドラフト10位から、まずボーマンのサインカード以外のカード、10位から12位ですね。10位、11位、12位。で、その後に、ボーマンクロームのホビー、サイン以外のカードを13位から24位、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24ですね。12箱分配。で、その後にトップスクロームのジャンボを2箱。ですので、25位と26位ですね。で、抽選で、27、28、29、30位と、ちょっともう、はい。っていう方々が下克上チャンスということで、ナショトレのサインカード以外のカードですね。いや、結構いいの出るとね、もう一番下の4つがいいんじゃないか、その方が面白いんじゃないかと思います。はい、という感じですね。はい、じゃあ、開始します。よいしょ。はい、じゃあ抽選先に行います。はい、抽選後にしないんですかって質問があったんですけど、抽選後だと、イカ様が普通にできちゃいます。ね。ですので、店長はいつも初めにやっております。まあ、アメリカでも多分そうだと思います。後抽選でやってるところはほとんどないんじゃないかな、と思いますね。まあ、まずないと思います。はい。グループブレイクの歴史もね、北米の方はいろいろありました、ね。なので、店長は手を切りました。はい。っていう歴史があります。はい、じゃあ、BGB928 のグループブレイクですね。抽選回数をこちらサイコロ2つ足した合計、1と1の2は振り直しです。いきまーす。ほい。はい。2と5で7回ですね。まあ、抽選ね、先にやるとね、下になっちゃうとつまんないですけど、ですのでこのやり方を考えた。ね。下手も楽しめる、最後まで楽しめるんじゃないかというところ。はい、7回抽選いきます。1 2 3 4 5 6で、次7回目、せーの、ポチ。7回目なっております。大丈夫ですね。7回ね、大丈夫です。はい、ドラフト1位はベガスさん。ドラフト1位はベガスさんです。おめでとうございます。よいしょ。はい、928。ちょっと画面ね、30まで表示させないといけないんで小さいですけど、全画面にしてみていただけるとね、助かります。はい、ドラフト1位はベガスさんです。おめでとうございます。ドラフト2位が MK16 さん。ドラフト3位がノボックさん。ドラフト4位が HM380 さん、ドラフト5位ノボックさん、ドラフト6位ステイさん、ドラフト7位タカチさん、ドラフト8位マロさん、ドラフト9位 HS さん、ドラフト10位ミヤビさん、ドラフト11位ミランさん、ドラフト12位アレックスさん、ドラフト13位 WRCB さん、ドラフト14位ニノさん、ドラフト15位ガスさん、ドラフト16位ドラさん、ドラフト17位ガスさん、ドラフト18位グリーンさん、ドラフト19位タカ14さん、ドラフト20位マロさん、ドラフト21位ネギさん、ドラフト22位 MK16 さん、ドラフト23位アキ55さん、ドラフト24位ガスさん、ドラフト25位ミランさん、ドラフト26位 ODA さん、ドラフト27位 MG さん、ドラフト28位 M28 さん、ドラフト29位 NSR さん、ドラフト30位 MQM725 さんということで、下の27、28、29、30はナショトレチャンスでございます。ですので、あまり関係ないと思います、もうね。はい、じゃあ、まずこちらボーマンのハイテック3つです。この順番で開けていきますね。1、2、3ね。はい、まあサインの枚数調整みたいなもんです、これは。
ここがドラフト10位からですので、宮城さんですね、サインカード以外がということです。サインカードはすべてドラフトに回ります。はい、じゃあまずホワイトですね、ヘイズリーか、はい、ジーザス、ホスキンスのルーキーです。ここまでか、はい、とりあえずここまでで、ケンダルのオート、ドジャースですね。で、ルッツ、あんま甘いですね。お、ジーザス、いいじゃないですか。ルッツ、ジーザス、最後がバーンズ、はぁ、あ150の150ですね。で、サインなしのパラレル、150のマッケイ君とバイズさん。サインなしのカードはドラフト10位の宮城さんですね。はい、で200個目。あ、考え抜いた結論。はい。ナショトレのパーソナルブレイクね、お昼ぐらいにやったじゃないですか。それ、あ、村田さんに今、YouTube のチャットに書き込まれて、で、お客様もね、もう一人、ナショトレワンケース開けられたんですけど、ナショトレがすごいので、結局同じプロダクトで3回目も募集開始しました。はい、ですので、BGB の930ホームページの方で今募集しております。同じ内容で同じ値段です。ボークロのホビー1ケースも入ってますんでね、ぜひご注文ください。開催は明日になりますけど、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。5はモーリシオ、ホワイト、あ、インサートのマテオですね、99シリ、これサインなしですので、11位ミランさん。はい、で3位あれはヒューラ君スタート、パッチェ、お、マジですか、いいじゃないですか。でホワイトで、インサート、ルッツだ。いいじゃないですか。はい、ルイズ。50の75、インサートときました。この箱いいですね。で、青パラ75のラモス君と、ベッツ。サインなしは、11位のミランさんです。はい、で、こちら、今度12位、アレックスさん。あ、928だ、間違えてた。あ、ハイテク、ハイテク、棒。はい、928です、今、928。はい、村さん、よろしくお願いします。明日だと思いますけどね。今日はちょっと2回戦やったら、はい。店長疲れてると思う。はい、トーレス。アルビーズルーキーです。カエルライト。サンチェスで、こっからサインで、あ、また、キーバートさん。いいですね。で、ロング。サインですね。で、アレックス君で、色付きが、ジョンソン。ダニエル・ジョンソン。はい。各オチがあって面白かったです。救急ですね、でもね。で、スミスの191とフレジャーのルーキー。はい、サインなしがドラフト12位のアレックスさんでした。10、11、12、うん、次13位からボークロですね。はい、こちらホビー。大きいので、よいしょ。ちょっと、はい、よいしょ、ちょっといいかな、ここでいいですね。で、店長の手前からこう上から下、上から下で一番最後はここですね、順番に開けていくような感じ。ちょっと狭いこれでいいかな。はい、名前出すとよくないですよね。お客様監視されてます、ミスターボーマンですから
ここが13、3以外が13位のお客様ということです。はい、じゃあ全部パックをね、カード取り出してから開封になります。あ、どうも。よいしょ。ミスターボーマンとミスタープリズムが夢の共演ちょっと今ね、あのケースがこれあってチャットが見えませんたまにチラチラ見ますね。よいしょ、よいしょ。はい、じゃあ一つ目ですね。ちょっと待ってね、カードを置くのでちょっと片付けます。はい、行きまーす、ね、先生がいるんで今日は安心して。はい、青パラのカルフォンですね、ルーキーの青リフで、その下パープルも一緒に入ってます。そうなんですか。おー、青パラとパープル一緒に入ってるね。サインなしは、13位 WRCB さんですね。で、ショートプリントバリエーションとかもあるようですね。まあ、初めの一箱なんで丁寧にこう見てます。お、あ、パープルシマ、お、ラッセル・ウィルソン、おー、パープルシマス、シーホークスのね、クォーターバックなんです、アメフトので。スプリングトレーニングの時に毎年ヤンキースでね、トレーニングしてるんです。はい、サインもあるんですけど、ラッセル・ウィルソン、スーパーボール勝ってますからね。多分今のが店長今日一番の興奮じゃないね。グレーバートレスもね、ロベルトか、うん、ね、やべ、金利吹きてる、金利吹きてる。サインだ、ウレナ、ルーキーオート、まあまあ8-50ですね。これはドラフト行きです。8-50ですね。スリーブ入れてきます。はいね、ボーマンの方が12枚、ボーマンハイテックですね、サインが出て、でこのボーマンクロームがサインが12枚出る予定。はい、これもリーフですね。まあこんな感じですね。ルーキーカードもちょいちょい入ってくるような感じ。インサートはロベルトですね。で、グリーンのシマーだ。ニック・アレン。シリアルは今年前にあるんですよね。7799だ。前にあったり後ろ。テイラー・ジェイですね。あ、イチローさん。スローバックのユニフォームですね。ラッセル・ウィルソンもベースでた。オレンジのインサートじゃないのこれ。オレンジだ。フランクリン・ペレスですね。1-25でオレンジ。ここに入ってます。はい。ん？サイン。ヤンキースのフロリア。一箱目から来ました。はい。こっちが金であれ。ね。みんな、はい、言いたいのはわかります。店長、ホスキンスルーキー出ました。店長って言ってるでしょ、ね、聞こえますはい、物は、はい、はい、
お名前は、合計何個なくて、そんな保険かかってないんでしょ。はい、お待たせしました。今1箱終わったとこでね、フロリアルと金でした。はい、すいませんね、たまに量だけご理解ください。で、2つ目ね、手前からこう向こうに向かって、はい、こうやっていきます、開けていきます。はい、次14番ですね。
使ってない。ゲームカード一切ないです。はい。よいしょ。はい、2箱目ですね。次14番目のニノさんですね。サインカードのみがドラフトに回ります。大丈夫ですね。よいしょ。はい、1箱目はまあまあなスタート。去年のホビーはワンケース開けると大体それなりなメンツが出た感じでしたね。うん、それなり一通り揃うのがホビーで、チョイスの方はもう色付きじゃんけんみたいな感じでした。まあ今年もそれに近いのかなっていう感じは見てるとしますけど、色付きでもなければ、うん、ホビーなのかな。いやでも色つかないとね、はい、ハイプライスはやっぱホビーね、チョイスの方が色つき出ますからね。はい、どうぞ。よいしょ。いつもあの世から生還してるじゃないですか。はい、じゃあ2つ目ですね。はい、お願いします。お待たせしました。アオリフ、誰だ、ディアズさんですね。ファーストボーマンです。よいしょ。もうあとは大丈夫ですね。届いてからバリエーション等はご確認ください。色付きだけね、グズマのパープル、あ、アクエアのインサート、アリゾナっすね。はい、ステファンさん、ステファンさん彼はどこだ、95年生まれですね。ヤンキース、サインカードはドラフト行き、リフ・ベリンジャートーレスですね。はい、おたにしさん1枚出ました。インサートはディバース。タッカーですね。これはパシュ。サインここだ。はい。フィルマイヤーさん。ヒース・フィルマイヤーさん。はい。お兄さんで、マット・オルソン。はい。お、谷さんのベースが出ました。かっこいいですね。これのサイン入り出たらと思うとね。はい。次はこちら。手前の3つ目。よいしょ。次は15。15はガッサンですね。え、ボーマンやんすか。ああ。はい、今928の抽選が終わって、ボーマンのハイテックを3つ開け終わり、ボーマンクロームのホビーを今2つ開け終わって、これが3つ目になります。チョイスだともうサインカードしか入ってないので、ドラフト中盤
以下があのサインカードのみで、スカスカになっちゃうんでホビーにしております。よいしょ。はい、じゃあ、3つ目ね、いきます。パープルのビーバーさんですね。250ダルちゃん、もういいですね。あとね、ジャッジか、かっこいいな。パープルウリアス、フロリアルですね。フローリアル、フローリアル、アルビーズですね。どっち、あ、ひっくり返ってる。誰、リオス、エドウィン・リオス、ママ、8-250。わかんないですよ。はい。ね。よいしょ。フレジャー・フラットですね。パープルのベニテン。インサート・トーレス。あ、オタニスさん、レンちゃん。ワン・ショウヘイですね。はい。ホセ・アルバートさん。カブスのピッチャーですね。彼は、98年生まれ。2.87。まあまあ。はい。マグマン。はい。オタニスさん、一応ベースが出ました。ちゃんとね。よいしょ。はい。よいしょ。はい、次。これは4つ目。次、16番目、ドラさんですね。箱開けて、箱開けて、バック取り出して、カード取り出してですか。はい、これが4つ目で、この後は、トップスクロームのジャンボを2つとナショトレでございます。ナショトレ面白いですよ。よいしょ。まあ、前回も結局あのね、お客様の声を、まあ、あのメールを送られてきたお客様にね、ちゃんと目を通しました。はい、今切れがあるから参加してるという方が、書いてる方は結構多かったですね。やっぱ下だから、ある程度ね、最適には期待できないけど、その、ワクワク感とね、時ね、あるっていうところがね、よいしょ。で、ジャンボパッチとか、いいパッチとかも結構入ってましたんでね。まあ、今回もナショトレ様に、はい。下の方は、はい。結構助かるんじゃないかな、思います。はい。パープルのスミス・ルーキーですね。ヒーズリーですね。はい。サインはリトル。ブレンドン・リトルさん。カブスのピッチャーですね、またね。96位。タッカーの青ですね。150。キーブームもね、レギュラーにはちゃんとなってるんです。パープルですね。アルメンテロス。なんかサインの位置もほとんど決まってますね。カエル・ヤングですね。サインがなんか、かっこいい。ウィル・マイヤースみたいな。97年は。はい、はい、これで5個目。
はい、ここが17の合算。今ちょっとチャットを見ました大丈夫です。はい、この調子で12箱をやりますんで、まあね、のんびり見ててください。よいしょ。今んとこ色付きはパープルと金とですかね。まあ一応最後にね、ちょっと見直しますけど、あとはドラフトリストの時にね、店長が画像アップする時にご確認いただけたらなと思います。よいしょ。はい、5個目ですね。はい。お、オレンジがあります。どうでしょう。よいしょ。サイン乗ってない。エヴァンスティールさんで、23の25ですね。まあ、でもファーストボーマンです。96年生まれ。はい、これサインがないんでね。17位のガッサンですね。アクーナ、アクーニャ。パープルディアス。アンディオも出ましたね、ルーキー。あ、見えちゃった。パープルノートです。デビト、クリス・デビト。169の250ですね。まあそこそこ人気はあるのかな。ロイヤルズ。パープルですね。かっこいいですね、パープル。青もいいですけど。お、パープルのマイク・トラウト。16番か。はい、ロブレス。はい、シーボルトさん。コナー・シーボルトさん。フィリーズ。彼は96年生まれですね。2勝0敗 0.90。今年の成績どうでしょうね。よいしょ。はい、でここで前半が終わります。うん、やっぱホビーはちょっと時間かかります。よいしょ。はい、ここが今6箱目ですね。ボーマンクローンホビーの6箱目です。
よいしょ。なんか厚いカードありますけどね。ホビーだとメモラかな、メモラ応答とかもありますけどね。いや、メモラーだけのもホビーは、ね。はい、パープル。と、ビーバーのリーフ。ラストルールさん出ました。あ、クラックだ。クラックじゃないんだ。なんだっけ、これ。アトミックだ。アサインないですね。ミッチェル・ホワイト。ドジャースのピッチャーですね。3乗の150。まあ、シリアルありますけど、綺麗ですね。ジャッジのインサート。これか。はい。サインはないですね。あ、鈴木さん。はい。陶器鈴木さん。はい。86の救急です。これサインないんでね。18位のグリーンさんですね。ブレーブス。はい。サインは、クリスチャン・ロビンソン。ダイヤモンドバックス。若そう。2000年生まれ。おー、18歳ですかね。12月11日が来て18歳だ。じゃ、17?当たり。おー、ボーマン先生、一郎。はい。当たりと、お言葉をいただきました。3年後、この言葉を覚えておきましょう。まあでもね、そう、このね、20歳前後、ね、20歳未満の方、ね、子たちがね、死ぬ気でやってるんですよ。死ぬ気でやったらね、成長しますよ。アウリフォートきた、アブレイユ、パープル、ファーストボーマンス。これは、95年生まれ、アブレイユどうなんですか、ウィリー・アブレイユ、ファースト。青ですね。はい。覚えておきましょう。でも日本の方でボーマン狙ってボロ負けした人いないよね。聞いた時ないですよ。うん。だって向こうの人とかコレア400何十枚ボーマー集めて売っ払って相当儲けた人とかね、知ってますけど。次、はい、19番タカ14さんですね。そこまでやっぱいないですよね、まだね。はい、ボーマーはこっから後半ですね。19、20、21、22、23、24、で、25、26、27、28、29、30。合ってる。はぁ、よかった。いや、間違えちゃうと大変なんでね。一応、はい。確認は。よいしょ。よいしょ。はい、次19位ですんで、これがタカ40さん。サインカード以外ですね。結構オレンジとかも、ベースとかで出やすい感じはします。どうもこんばんは。マナココさんですね。今このボーマンクロームのホビーのケースがここにあってね、ちょうど店長の YouTube のチャットがこうやってやらないと見えない感じなんです。たまに見ますんで、全然書いていただいて大丈夫です。たまに反応します。クイックレスポンスじゃなければ、はい、全然ご自由に書いてください。今のところまあ予想、ボーマン先生が20丸いただいている選手は2つ出てる感じですかね。はい、じゃあこれ19番ね。はい、はい、トーレスですね。トーレスだ。クリス・トーレス、パープル。これはバウマンさんね。フロリアルか。フロリアルサイン1枚出たんで、あ、グリーンだ。誰だ、ア
ス・ウェールズ、ファーストフォーマーのオリオールズのピッチャーかな、ピッチャーですね。はい、グリーンです。彼は97年生まれですのでね、まだね、ああそれで11勝5敗なんだ去年。今年の成績ちょっとね調べてみて、ドラフトリスト、はい、役立ててください。ベンチはもう色付きとかで判断してどんどんつけていっちゃいます。ネルソン・クルーズのグリーン、サインの場所もほとんどこれ一緒っすね。うん、ここでしょ、はい、オースティン・アレン、パドレス、これは94年の1月16日ですね。よいしょ、よいしょ、はい、で残り5箱、ここでやっと20、大丈夫ですね、はい、たまにチャット見ますレデンプションはまだ出てないですね。大谷選手はなんかレデンプションのようですけど、現物もあるんじゃないかなとも思いますし、どうでしょうね。先日サイニングがしたみたいな感じですけどね、うん、まあどこまでやってるかはちょっと分かりません。はい、店長情報ですああ、はい、今後半あと残り5箱、ここが20番、ドラフト20位のマロさん、サインカード以外のカードがマロさん、はい、じゃあいきます。うん、グリーン、バーマーさん、ね、救急です。ポレスですね。パープル、ペレス、ジョー・ペレスですね。テイラー・オニール、ルーキー。パシャですね。これかな、ひっくり返ってる。フィリーズ。はい、このシーボルトさん、さっき色付きだったかな、212-499ですね。お、ベイダーリフ。リフは499ですね。あ、トラウトか。大谷さんかと思っちゃった。はい。箱一ですね、これね。トラウトです。あれのサイン入りはね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。で、サインが、ここ。ね。ラモンテ・ウェイドさん。外野ですね、ツインズ。94年生まれ、元旦生まれなんですね。ちょっと年です。24歳、ラモンテ・ウェイド、うん、反応がないんで、はいはい、あと4つですね。4つなんで、あ、そっか、順番崩した、あ、いいか、これで、これが21でね、で、これ22で、ここが23で、で、24。はい、ちょっと、でかいんでね、ちょっと、はい、からです。はい、で、あと、こう、これが21、22、
2324と番号を、はい、振っておきましたね。はいね、はい、ここが21ネギさん、合ってます。あ、やっとなんか圧迫感から解放されました。またあのボックス販売の方も多少は在庫がありますんでね、今週末取り来る方も多いので、まああとどのくらいかな、ワンケースずつぐらい余裕があればなぐらいですね、確かね。さっきちょっと売れたんでもう割れちゃってると思います。ですので必要な方はお早く注文ください。はい、じゃあ行きます。あ、ヘレーラリフですね。あ、はい、これですね、さっき店長が大谷さんって言うと思ったらマイクトラウトでした。これが、はい、大谷さん、かっこいいですね。これのサイン入りもあるのかな、どうでしょうね。ボーマンスタイリングショーケースってね、いつもあるんですけどね、かっこいいです。まいちゃん、まいちゃんこれなんだね。ん、オレンジがありますけどサインがここ、エヴァン・スティールさん、はい、ピッチャーですね。96年生まれ、ビューラーで、オレンジのゴルシュミ、オレンジのゴルシュミです。5-25 ですね。はい、ウィーゲル、パープル、はい、ステファンさん、ステハンさん、ん、グリーンっぽい、誰でしょう、グリーンの島っぽい、誰だ、ジェームス・ネルソンのファーストですね。ジェームス・ネルソンどうなんですか。97年生まれ、 OPS は814ですね。81-99でマーリンズ、まあまあ、まあまあ、まあまあ、はい、中穴ぐらいだそうです。覚えておきましょう。はい、で22ね、はい、チョイスの方だとなんか箱一色が出るんじゃないかなみたいな傾向が強いです。必ずじゃないと思いますけどね、そんな気はしますね。ホビーだとやっぱりサイン4枚5枚ぐらいに対して1個ぐらいかなという感じですね。まんべんなく選手は出るけど色付きは運任せみたいな感じでしょうか。あ、そうだ、ジャパフラのやつってチョイスオンリー、ああ、やっぱそうなんだ。ジャパフラのやつがね、うん。え？島はホビーでも、ホビー出てますね。なんかの特定の色の島とかじゃないですか、多分。ね。はい、残り3箱です。
チョイスゴールド、チョイスオレンジウェーブ。え、どんな感じなんですか。チョイス、ああ、チョイスのオレンジ島とかあるんですか。ああ、はい、じゃあ行きます。リゾ、リゾリフ、ゴアですね、マッケンジーゴア。3位はニッキー・ロペス、ロイヤルズですね、ショート、95年生まれ。はい、ウィルソンですね、ブライス・ウィルソン。パープル、ウィル・ベンソン。リフですね、リフオート、ラモンテ・ウェイドさんで354-499で、大谷さんも出ました。彼は94年生まれ、うん、そろそろでもファーストボーマーなんですね。で、大谷さん、ベイダーさん、大谷さんはもうスリーブ入れてきます。で、23ですね。大谷選手も手術決断したみたいでね。まあ、彼がやらなきゃ誰がやるんだろうという、はい、事実は皆さん分かってますもんね。はい、なので見守りましょう。よいしょ。でもこの後、二刀流だとマッケイ君とハンターがどういう感じになるかですよね。その辺が、まあ、重々はどうでしょうね。うん。よいしょ。よいしょ。はい、これが11箱目です。色は5枚ぐらいは出てるんじゃないですかね、多分ね。6枚ぐらい出てるかな。5、6枚、5枚ぐらいは来てると思います。よいしょ。まあ去年とそんなに変わらない感じは、はい、いたします。はい、10箱目、ラッセル・ウィルソンスタートですね。ベースが、あ、イチローさんの青ですね。51じゃない、23、冗談番号でした。あ、一郎さんベースも出ました。あ、よいしょ、山城さん、はい、久しぶりでございます。山城さんですね、マウントキャッスル、25-50、山城さんマウントキャッスル。はい、ルイス・ガルシア、ナショナルズ。彼も若、あ、そっか、ルイス・ガルシアいいんですよね。当たりです。あ、いただきました。覚えておきましょう。当たりいただきました。大谷さん、箱1インサート2枚目ですね、これね。23位なんで、秋55さん、モリナのリフ。そう、いつもホビーはね、色とか問わなければ、うん、あ、日浦さん、そうなんです。シェルドンさん、はい、ヌースさん、94年生まれですね。アスレチックス、2016年の二巡、大卒なのかな。はい、よいしょ。去年もね、ほんとホビー開けると一通り揃うんですよ。
ホビーをケースで開けるとね、そんな構成でした。それに近いような気がします。で最後24、ただやっぱね色っすよね。ストチョイスなんですよね。よいしょ、まあ、3、4枚ぐらいはそこそこなのが出てる感じですね。はい、24がガッサン。でこの後トップスクロームのジャンボを2つ、それとナショトレです。でもこれあれじゃないですか、大谷さんレデ、全部レデなのかちょっと分かんないですけど、ストあれじゃないですか、セーフティーなんじゃないですか。うん、スポーツカード始めたばかりの人が当てても状態がセーフティーなんじゃないですか。逆にもうね、いいカードに関してはレデンプションでいいんじゃないかって思いますけどね。はい、じゃあこれ12箱目です。はい、アーロノラリフラモス、はい、アルメンテロスですね、ピッチャーの方です、アストロズ。94年生まれ多いですね。金が見える。はい、おお、ジョーダン・ヒックスのルーキーの金です。これはいいですね。いいですね。110マイル。はい。46の50、ゴールドリーフ、ジョーダン・ヒックスです。はい。ガッサンですね。大事にしてくださいね。グレーディング周り。で、サインがもう一枚で終わりですね。パープル。マンデルさん。ムンデルさん。はい、これかな。リフォートっぽい。よいしょ。バイズ。マイケル・バイズ。あ、ミッチェル・バイル。バイズ。あれ、なんかに入ってなかったでしたっけ、これ。サインなしで入ってたのか。ファーストフォーマンスね。2級の499。290-499 です。はい。まあ、成績は出してますんでね。はい。ということで、ワンケース終わりました。最後でいいですよね。よいしょ。色だけ何枚出てるか見ときます。色付きは6枚ですね。あとリフがあります。という感じです。ちょっと待ってくださいね。結構紙ゴミがね、落ちるんで。はい。で、次はトップスクローム、ジャンボ、こちら2つです。ここがドラフト25位と26位。のお客様です。じゃあこっちからサインカード以外がとなります。いらっしゃいませ。よいしょ。あ、いいですか。はい、トップスクロームのジャンボですので、サインは5枚出ます。
3位5枚、3位カード以外がドラフト25位と26位の方に1箱分ずつとなります。サインなしのカードすべてですね。よいしょ。で、27位からはナショトレチャンスでございます。サインは4枚か5枚ぐらい1箱でナショトレ出ますね。ですので、総枚数、今回のね、グループブレイクの総枚数は64枚ぐらいから66枚ぐらいではないかと思われます。よいしょ。これでスパフラでもね、出たら面白いですけどね。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。ホスキンスも出ました。おお、トーレスのプリズムリフです。これバリエーションじゃないか。ね。はい。あ、サイン出ちゃった。ライダー・ジョーンズですね、1枚目。これドラフト行き。トップクローですね。はい。ザックさん。で、クリブラ。ブリンソン。スタントン。ですね。アブリューがプリズムですね。よいしょ。デルモニコ、ターナ、リゾ。あ、サインはマークマホン、警部補。ね。よいしょ。ブラッドリー・ジュニアでロブレス。スミス。で、緑色がパームさんだ。はい、69の99。お、レデンプションがある。フォーラーリフです。ハップ、ジャッジ。いきまーす。せーの。はい。シスコ。あ、でもゴールドリフだ。おー、ゴールドリフ。やっと最近出てきてるんでしたっけね。ちょいちょい活躍し始め。ゴールドリフのシスコです。まあ、ありです。ありでございます。よいしょ。今、3枚。サインが3枚。よいしょ。はい。これ、ホセラミですね。ネガティブ。ベルトレイ。リバース、ジオリト、ホスキンス。フルマー、アレン、青の、リードさんですね。ナショナルズ、キャッチャー。6球の150。あとサインが、あ、大谷さん。ワン・ショウヘイ。似てるけど、ショウヘイじゃない。マチャド。シンダーガン。サインがあともう一枚。デヨング、モラレス。あ、はい。エージェ・ミンター、ブレブスのピッチャーです。これでサインが5枚出ました。マークも出ました。はい。大谷さん、レフリました。通称兵。なかなか出ないですよ。フレジャー、アローヨ、バーデューゴ、ブラウン・パープル。実売で、うん、行きますね、うん、はい、通称兵で通常とリーフが出ました。これはありでございますね。はい、良い箱でございました。よいしょ。はい、でこれが次6番26番 ODA さん。さっきの箱がミランさんでしたね。
はい、あとこれ開け終わればナショトレ4つでおしまいです。大丈夫ですか？はい、お待ちいただいております。よいしょ。もういいお客さんがね、たくさんでもね、なかなかやめるにやめられない店長でございますあ、スルよいしょ。はい、じゃあ、ここでね、開封系ね、むしり系は最後ですね。26番目の ODA さんですね。サインか、これがマルケスコンフォートアオリフのポージー、かっこいいですねこれね。これバリエーション167違う、あ、167か、あれどうだろう、あの届いてからご覧ください。ミラスミスベニテンフレジャーですね。うん、テームズ、オータニさん、プリズムリフすごいなね。はい、ワン翔平でアルカンタラがリフオート、ドジャーとオルソンとハーパー、ゴロシミネガティブはカスティーヨですね。でビエラの、通常サイン、ニック・ウィリアムス、ハッパー、ニューカン。はい、またリードさん。今度は青リーフウェーブです。126-150。ベッツ、ジマー、ベイダー。アルビズも出ました。バウアー、ザックさん。サインが、ギャルゴス、はい、通常ですね。アクーニャ出ました。キンブル、ランブ、サンチェス、プリズム、カスティーロとグリーンのジャンセン9199。アンデュー、ルーキー出ました。ディアス、デヨング、シーガー、クーパーのサインですね。マーリンズ。クルーズ、デルモニコ、ホスキンス。という具合です。はい。大谷さん1万円だったけど、プリズムです。プリズムリフ。なかなか出ないですよ。はい、でラストがナショトレです。大丈夫、よっしゃ、ナショトレいざ気合いだけね、どうでしょうね。あ、でも出方いいっすよ。そう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 、出方いいっす。もう一人開けた人もまあ同じぐらい出ます。はい、じゃあちょっと曲げちゃった、よし、大丈夫か、よいしょ。はい、じゃあ、まあ、いつも通りね、はい、この順番こう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 ですね。はい、じゃあちょっと、はい、よいしょ、ちょっと狭いんで大丈夫ですね。はい、これこれここね、でこれでこれの順でいきます。はい、
じゃあまず27位の MG さん、ドキドキタイムでございます。小箱に番号つければいいね。よいしょ、はい、パキッと、はい、やっぱね浮いてますよね。ほら浮いてますはい、カードも浮いてます。はい、ずれるんでね、このまま取り出します。でサインカードはドラフト行き、よいしょ、はい、これがベースカードですね。まずストラスバーグの14-99、今年番号で、これがベースカードになってます。で次はパッチですね。ロビンソン・カノー17-25、パッチですね。で次はイワン・ロドリゲス52-99、3枚、これで4枚目。はい、エディ・マシューズのダブルバット23-49ですね。うん、まあレジェンドお好きでしょうからね。はいで一応ここまでだと思います。なので、はい、1箱目普通でしたかな。はい、でここからサインで、まず、ブランドンさん、はい、三つ窓ですね。40-49、本カード、サイン入りはドラフト行き。で次はこれは、おお、大学、まあ、プロスペクトも入ってるんだ。へぇー。はい。クアントリルさん。へぇー。どうでしょうね。後々来るのかな。はい。で、次が、まあ、だいたい箱1出てくる RPA ですね。マックスフリードですね。51-99。箱1ぐらいでだいたい出てますね、平均ね。で次は、お、懐かしいボール型ルーブロックですね。1-25、これボールからちゃんと切ってそうですね。でもね、なんかシワが伸ばした感がすごいです。これイミテーションだったらこんななんないですもんね。うん、あ、ゲームボールシグネチャーだ。これゲームズなの？へぇー。ねえ、ほら、ゲームボールシグネチャー。だからこんなシワになってんだ。ちゃんと切ってるかもしれないですね、公式球から。はい。これ初めて見ました。で、ラストが、はい。うん、フレジャーですね。はい。本カード。シグネチャーズ。ルーキーシグネチャーズかな。シグネチャーズだけだ。34-99。はい。で、二つ目。はい、で次が28番目の M28 さん。はい、よいしょ、はい、いきまーす。はい、うん、ずれるんで取り出します。はじめに、よいしょ、はい、ここでいいかな。はい、じゃあまず一番上がマクマホン、はい、82-99、ルーキーマテリアルのダブル、通常のこれはジャージですね、薄いです。はい、次はカラティニさんは三つ窓パッチですね。7-25、パッチパッチ、ここはメッツの輪っかの中かなと思われます。7-25、はい、
で、レジェンドのバグエル6399ですね。レジェンダリーリーダーズ、あ、リーグリーダーズですね、これね。はい。で、4枚目、おお、ジャージだ、ロベルト・クレメンテ18-25、クレメントのジャージが出ました。おお、ちゃんとゲームユーズドマテリアルになってますね。はい、ゲームユーズドマテリアルの表記です、クレメンテ。はい、で次からサインなんでここまでですね、28の M28 さん。はい、でこっからサインで、まずカルフォンはここだけパッチかな、22-25。よいしょ。はい、次はスワンソンですね、三つ窓。はい、これモンカードですね、5399。で次は、はい、RPA のブランドンさん4349です。はい、で下から1個手前がアンディでしたはい、8699です、ルーキーシグネチャーですね。はい、よいしょ、アンディだったら OK ですね。でここが、はい、中ブック、せーの、お、デュアルだ、セールとデビットプライス、おお、シルエットっぽいデュアルですね。はい、クリス・セールとデビッド・プライスのデュアルオートジャージで、シルエットっぽいのがブックになってます。レッドソックスファンの方ぜひ。はい、デュアルマテリアルシグネチャーですね。こことここに名前ありましたね一人じゃなかったです。 22-25 ダブルオートジャージのちょっとシルエット調のデザインです。はい、これサインですね。はい、で次が3つ目、はい、次はよいしょ、29位、 NSR さんですね。よいしょ。はい、おお、おお、選手もいい。はい、ちょっとねずれちゃうから取り出します。はい、危ないんでね。はい、よいしょ。で NSR さん一番上、カルロス・コレアのタグ、ランドリータグで3枚限定です。 2-3 マジェスティック・オーセンティック・コレクションって書いてあるとこかな、右下の方ですね。 2-3 です、コレアタグ。はい、ね、これベースのパラレルなんですね。170番のベースが全てジャージのようです、今回。はい、まあブービーだけで下克上はい、これもベースですね、リゾ9799。おおコレアのタグに、コレアのタグ3枚限定に、ワーワーのリキフマゾのタグも来たこれなんじゃこれ。はい、コレアの3枚限定のタグにリキヘンダーソンのランドリータグ来ました。ラッセルのタグかな、ワーワンです。センチュリーマテリアルリッキー・ヘンダーソンのワーワンでプラチナ色ですね。プラチナ色、わお、3枚限定とワーワン、ブービーだけどゲッチです。はい、おめでとうございます。よかった、これが醍醐味なんでね、このブレイクのね、この趣旨ですからで、レジェンドも出ました、レフティー・ウィリアムス。はい、74-99のバットですね。はい、ここまでが NSR さんです。おめでとうございます。はい、で、ここからサインだと思います。はい、まず、レデンプションは、はい、
ジョーさんですね。ルーキーマテリアルシグネチャーなので、オートジャージ。ね。で、次、3枚限定。ワンオブワン。はい。1枚置いて、また、ワンオブワンです。はい。選手もちょっと、まあ、これからいいんじゃないですか。まあね、まだそんなに見切りつけないで、ね。バーティーコ。はい。真ん中タグ入っております。パッチパッ、ランドリータグですね、これね。はい。バーディーゴのワンオブワンです。ちゃんとワンオブワン入ってます。激アツ箱ですね、これね。ナミコさんね。はい。3枚限定、1個置いてワンオブワン。1個置いてワンオブワンです。はい。で、RP ですね、ここね。はい。カラーティニさんで3899です。やっぱ箱1ぐらいで RP が来る。ね。はい。で、ここがラス前かな？ラス前かな？うん。はい。ラス前だけど、全然ホスキンスだったら全然ありです。3999。はい。はい。で、ラストブック。はい。店長、見ない。見ない。いきます。何でしょう？せーの。はい。お、カットシグネチャーだ。レジェンド。ニューヨーク、どっちだどっちだ、ボブ、ミューセルさん、どっちだったっけな、ちょっと、ググってください。どっちだったっけな、はい、5枚限定の1番です。カットシグネチャーマテリアル、レジェンドの、はい、で、ニューヨーク、どっちだ、メッツの方か。なんかね、一回ね、前に調べたんですよ。サイクルヒット3回やってんの？へぇ、すごいっすね。サイクルヒットを3回やった初めての方。ほう、ほう、1921年。はい、もう一回一応見てみましょうか。はい。ジャンボバットとカットシグネチャーになってます。ね、いいですね。すごいな。3枚限定ワンオワン。1個開けて、ワンオワン。2つ開けて、あ、1個開けて、ホスキンス来て、その下にカットシグネチャー。はい。すごいです。で、ラスト。ここが、30位、MQM7253 ですね。やっぱこれをね、27位から下につけることで、やっぱり、先抽選はしないといけないんです。必ず先抽選じゃないとね、ダメなんです。なのでね、うん、すげえ浮いてるぞこれよいしょ。おお、まあいいんじゃないですか。はい。一番上ホースキンスのダブルパッチ8の10ですね。しかも浮いてます。結構1枚分は浮いてます。ちょっと取り出します。危険なの。そっとやる。ほいほい。ほいほい。ほいほい。お！三つ系かな？観音系かな？はい、じゃあ、30位の MKM さん。はい。とりあえずもうほっとしてください。ホスキンスのダブルパッチで8の10。こっちはなんかね、うん。フューチャーオールスター？オールスターかな？なんかのイベントの時のジャージっぽいですね。いいパッチですね。はい。で、次は、ジャージのアルビーズ。これは95の99。はい。次はサンドバーグですね。レジェンド11の25。これ一応プラチナ、プラチナっていうかね、シルバーフォローになってます。25枚限定。はい。レジェンドですね。これヤンキースのレジェンド86の99。ここまで。まあ一応ね、ホスキンスのダブルパッチ出ましたんで。よいしょ。はい。で、こっからオートで1、2、3、4、5枚かな。はい。まず一番上がマンシーニのパッチオート24の25です。ここでパッチオート。次はウレナですね。三つ窓55の99です。
はい。で、ここで RPA は、オースティン・ヘイズですね。いいパッチ入っております。3球の4球。はい。で、はい、ここか。さっきね、ホスキンス来て、今度はアルビーズです。まあ、4発行ケースなんですけど、2つぐらいは上位陣ですね。大谷君外しちゃいました。まあ多分、その、5人ぐらいかな、のうちの2人は出てくるんですけどね。はい。7-3 の救急です。はい。で、やばそうっす。もう見えてるでしょ？レジェンダリーなんちゃらって書いてますよ。ほら。まあ、とりあえずみんなでね、はい、見てから、いきます。あ、ちなみに、サインがなかったら、MKM さんですよ。いきます。サインは、なさげはい、30位、ドンベですけど、やべ、ジャッキー・ロビンソン入ってる。ジョージ・ラジオ、リズート、ブルディッキー、すごい、ピート・ローズ、こっちがレッツですね。ピート・ローズ、ジョニー・ベンチ、ジョー・モーガン、で、ジャッキー・ロビンソン、カンペーナ、ピー・ウィリス、で、ディマジオ、リズート、ディッキー、うぅやばいっす。ジャッキー・ロビンソン入ってる。おー、これは最下位のようで1位ですね。はい。で、プラチナ色ですね、これね。プラチナ色で光っております。もう開きません。一応ここだけね。なので、スクショ撮るとき、動画巻き戻してみてください。もう、畳んだまんまにします。5枚限定の4番。レジェンダリーラインナップ、シンシナティ、ブルックリン、ニューヨーク。ふっすごい。この系もだいたいケース1ぐらい出てますね、なんかね。まあ、まだわかんない。3ケースしか見てないんで。はい。すごい。やばいっす。あ、そっか。これ、だからこっちだ。30位の箱の中に入れておきます。いいですよ、あとうん、はい、じゃあ30位の MKM さん、あざーすでしょうね。はい、おめでとうございますね。いや、はい。で、1回目これで終わります。ドラフトに、使用していただくのは、あくまで、一等系はサインカードのみになります。はい。で、928の抽選ですね。T シャツ1着と、マイメスのサイン入りと、去年のトップスギャラリーですね。こちら、はい、お二人だけですけどね。はい、抽選して当選します。抽選に使うのはこちら、抽選後の並びを使います。よいしょ。はい、ランダマイズする回数ですね。先に振ります。はい、サイコロを足して2つ合計、ね、ランダマイズです。1と1の2は振り直し。はい。はい。4と5で9回。9回目、一番上が T シャツで2番目がこちらです。やっぱナショトレ面白い。いきます。9回中です。1、2、3、4、5、6、7、8で、次9回目です。一番上に来た一番のお客様が T シャツで、サイズ S と M と L があります。まあそれは後で、説明します。で、2番目に来たお客様がスタントン、マヨミセット3位ですね。はい、来ます。のポチ。はい、9回目になっております。一番上、 MQM さん、はい、おめでとうございます。T シャツのサイズが S と M と L があります。店長170ちょいですけど、サイズは S です。まあ、身長が175以上あるようでしたら、175から180ぐらいの間でしたら M かな。
あとは体格によると思います。一応 L もあります。はい、店長は S サイズです。ワンランク上げ、あ、下がるのかな、日本サイズね、っていう感じです。で、2番目ガッサンスタントンになります。はい、おめでとうございます。もう書いておきます。はい、おめでとうございます。じゃあ、参加者の皆様ですね、ドラフトリストをお送りしていただきます。こちらです。明日の夜8時までに店長にドラフトのリストをお送りしていただく形式となっております。ドラフト順位に応じたカードセットを選んでいただいて、店長にメールね、お願いいたします。メールに記載していただくことは BGB の番号、今回ですと BGB の928です。928ですね、うん、928、それとお客様のハンドルネーム、それとドラフトのリストになります。一応例でね、記載してますけど、まあ上から下、もしくは左から右に行くような感じ。ご心配の方は、シールをシールがついている選手名もね、書いていただけると間違いないかと思います。はい。やっぱナショトレの破壊力はすごいです。はい。じゃあ、次2回目すぐ行いますんでね、1回目これで終わります。1時間半ぐらいでしたね。ちょっとのんびりやってね。はい、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。